岐阜県道3号福岡坂下線は、岐阜県中津川市を起州点とする主要地方道に指定された県道である。中津川市福岡地域北部の田瀬から東進し、道市川上地域から川上側に沿って南下して、中津川市坂下地域に至る。岐阜県道3号福岡坂下線終点付近。手前から左折路が、国道256号、直進右翼が道路線。 岐阜県法奇襲に基づく奇襲点及び、経過値は次の通り本路線は、旧道路法に基づいて認定されていた県道東、大地線、県道妻子坂下線、県道坂下妻子線、県道付近地坂下停車場線の一部、県道中津鉱山線の一部を、新道路法第56条の規定に基づき、主要な都道府県道として1954年に、 指定された県道飯田下路線の一部を継承している。同県道のうち、飯田市から長野県基礎郡奈義基町は国道256号へ、枝郡福岡町から増田郡下路町は国道257号にそれぞれ指定され、国道指定されなかった福岡町から長野県基礎郡山口村と国道19号町用の中間区間は、 主要地方道を咲かしたなぎっそ線として再指定されたが、1993年に江名郡咲かした町から基礎郡山口村の区間が国道256号の延伸指定によって編入されたことから残区間をもって福岡咲かした線として再々指定された。交通量の少ない2車線道路である。奇襲点で国道256号と接続する。 両地点間は国道256号経由で 18.2km であるのに対し本路線経由では 13.1km と約 5km の差がある。かつては江奈郡福岡町江奈郡川上村江奈郡坂下町の順に通過する路線で路線名も両端の自治体を由来としているが2005年2月13日に沿線自治体が 中津川市への編入合併に伴い、以降は中津川市で完結する路線となった。ありがとうございます。